芝居始めます。冒険しんちゃん地底の旅、作生き生き青葉区推進協議会、仙台の昔を伝える紙芝居作り実行委員会。冒険しんちゃん、今日はおじいちゃんのうちの裏山の洞窟の探検に出かけた。お供は猫のブル、懐中電灯を持ってポケットに飴玉持ってレッツゴー。ブル、ここはね、戦争の時の防空壕、ここにみんな逃げて隠れたんだって。やだね、こんな暗いとこ。来月壊すから探検するのは今のうちだね。さて急ぐぞ、よそ見をするな。にゃん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 。とその時、しんちゃん石につまずいた。懐中電灯はすっ飛んだ。あたりはたちまち真っ暗。おう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 、え、こんなところに犬がいる。あ、たくさんいるみたいだ。あっちから聞こえるよ。ブル、行ってみっぺ。光が漏れる明るい方へ、ブルはブルル、しんちゃんは勇気を出して、抜き足、差し足、忍び足、近寄っていきました。そして、覗くと、わっ、わっ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 、焼けた。ん？違う、これは全滅したはずの狼だ。わっわっわっ。たちまち狼に囲まれたしんちゃん。ブルはふわっと頑張ってる。ワン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 。ああ、もう絶対絶命、大ピンチ。とその時、わーっと大声がして、ドダダダダダダとやってきたのは男たち。キャン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 。狼を蹴散らした。大丈夫か。うん、狼も怖いけど、一度も床屋に行ったことのないような毛むじゃらの男たちに、しんちゃんびっくり。腰が抜けちゃったみたい。助けてくれて、はい、ありがとうございます。小さな声でやっとそう言った。怖がるな、もう大丈夫だ。狼も来ねえぞ。にっこり笑った黄色い歯の男たちに、しんちゃんは少し安心した。どこから来た？仙台！仙台？何それ？しんちゃんはキョロキョロあたりを見回した。あら、太白山だ。登ったことあるよ。だからここは仙台。間違いなしだ。間違いなすか？ここはな、ここはピーピカピーというんだ。そうだ、ここはブーブカブーの山の下のピーピカピーだ。間違いなすだ。仙台、違う。冒険しんちゃん、この時自分がどういうわけか、大昔にタイムスリップしたことに気がついた。3人はしんちゃんたちをじろじろ見ている。しんちゃんたちもじろじろ見ている。じーじろじろ、じーじろじろ。お前なんだ。あ、手があるぞ。あ、足もあるぞ。頭があるぞ。あ、口もある。同じだ。そうだよ、同じだよ。おじさんたち、もしかして北京原人、ネアンデルタール人、クロマニオン。なんだか難しい。わからん。ねえねえ、恐竜はいるの？マンモスは？ナオマンゾウはいるの？難しい。何のことか、ちんぷんかんぷんだ。しんちゃん、立て続けに質問攻め。その時、この大事な時に、なんとなんとなんと、と、しんちゃんのお腹が鳴った。お、ペコペコか。うん、ペコペコ。
それじゃあこれ食え。いただきます。これ何の肉？鹿だ。おいしいね。ジビエ料理だね。今ブームだよ。塩とかあのタレとかないんだよね。なんだそれは。でもおいしいよ。しんちゃんがニコニコ笑うと男たちもニコニコ笑った。そうだ、僕おじさんたちにいいものあげる。ちょうど3個あるよ。あんしてあんして。しんちゃんは飴玉を取り出すと黄色い歯の中に一つずつコトンコトンと入れてあげた。もうやだーもうやだやだやだ。ほーあーうんむひょー梅子だ。むひょーむひょひょひょむひょー。おじさんたちは顔をぐちゃぐちゃにして喜んだ。甘いものを食べたことがないのかもしれない。しんちゃんは焚き火のパチパチする音を聞きながらうとうとっとした。その間おじさんたちは石を叩いて割って石器を作っていた。おじさんたちは旧石器時代の人たちなんだな。しんちゃんは温かい気持ちになってコトッと眠った。朝、しんちゃんは3人のおじさんの後を歩いていた。3人は時々笑い、時々歌みたいのを歌って踊った。今日もいいね、昨日の続き、明日に続く今日なのさ。えいほー、えいほー、えいほほー、えいほー、えいほー、えいほほー。僕はこのまま旧石器時代にずっといるのかな。テレビもない、ゲームもない、エアコンもないんだ。はあ、やっていかれない。うちに帰りたいよ。と、しーちゃんベソをかいたその時、にゃん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 とブルが急に駆け出した。待って、しーちゃんは必死で追いかけた。ダッシュン。あ、ここどこだ。なんと洞窟じゃないか。あ、懐中電灯がある。ああ、助かった。戻れたぞ。しんちゃんとブルは抱き合って泣いた。おじいちゃん、そういうわけだったんだよ。なるほど。不思議な話だ。1時間ほどの間にタイムスリップしたというわけじゃな。旧石器時代か。太白山が見えた。あれ、この話どこかで聞いたことがあるぞ。そうだ、あれだ、富沢遺跡のことだ。え、富沢？すぐそばの？しんちゃんが行った場所、経験したこと、本当のことだよ。あの現場に行ったんだよ。本物の旧石器人に会ったんだよ。え？信じられない。嘘だよ。本当だったら。おじいちゃん、これは事件ですよ。1988年、小学校を作ろうとして掘ったところ、昔の田んぼの跡が出てきてな。それが弥生時代。さらに掘ったら縄文時代。もっと掘ったらなんと旧石器時代の林の跡、焚き火をした跡などが出てきたんだ。へえ、本当、すごい。それをそのままの形で残しておこうということになってね、富沢遺跡に世界に一つしかないあの地底ミュージアムが作られたんだ。旧石器時代の人たちがどんな気持ちで
どんな風に生きていたかを想像できる貴重な場所だよ。おじいちゃん、行こうよ。